J-WAVE WOW ミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。ジョーバチのボーカル、アブです。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート。毎週私がすごいこの人と話してみたいと思った方々を紹介して、そのすごい凄まじい表現を生み出している張本人と深夜に音楽座談会をお届けしていきます。私は前回アイナ・ジ・エンドさんの回で、ゲストとして出たことはあるんですけども、ホストを任せていただけたということで、話してみたいなと思っていた方々を指名して見事受けていただけて、本当に面白い回を4回一月にわたってさせていただけるということ、とても嬉しく思っています。ぜひとも期待して、ここでしか聞けない話をしっかりと楽しんで聞いていただければ嬉しく思います。そして今日は11人組ダンスアーティストガンミからソータさんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思っております。ソータさんは、私が今出演しております、そして熱源中核を担っておりますオーディション番組0年0組の、振り付けダンスの部分で力を貸していただいている、貸していただくだけではないですね、思いっきり持ち寄っていただいて、生徒たちを叩き上げてくださってる、生徒たちに大事なものを渡してくださっている方、それがソータさんです。ここでしか話せない話にしたくて、わざと話せなかったこともあるので、しっかりと話す場を初めてここにすることができたことを、とても私は嬉しく思っています。J-WAVE WOW MUSIC、 今日は11人組ダンスアーティストガンミからソータさんをお迎えしました。よろしくお願いします。お願いします。今私がやっているオーディション番組、0年0組という番組でソータさんに参加していただいておりまして、踊りは好きだけど歌は好きだけども、まだそことは出会ってない、その喜びの奥みたいなところをまだこう掴みかけている人たちに、ぜひともソータさんに、魂というか核を入れてもらいたいなということで、お招きしたのが、始まりなんですけれども、今回はいろんなことを聞いていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めて音楽に触れて踊ってみたいなって思ったのは、一番覚えてて古い記憶、何歳くらい？これ不思議で、踊ってみたいなとは全く思ってなかったんですけど、最初に多分初めて買った CD がミニモニなんですよ。熱い。何の曲ですか？え、牛乳かな。ああいいよね、飲むのだぴょんですよね。多分それだと思うんですけど、じゃんけんぴょんか。幼稚園の時とかなんで、でそっから LDH EXILE を好きになってライブとか見に行ったり、それこそ K-POP 好きになって、でも踊ってみたいなとは思ってなかったんですよ、不思議と。でも通ってる路線はなんかやっぱりダンスと音楽なんですよね。ダンスをやり始めたっていうと、中学校の文化祭で、うち男子校だったんですけど、10人ぐらいでみんなでスーパージュニア、K-POP の、スーパージュニアをみんなで踊ったんですよ、文化祭で。それが初めてのダンスな気がします。楽しかったですか？めちゃめちゃ楽しかったし、それでダンスやろうかなと思ったんですよ。じゃあやっぱりこう一人で何かやるっていうよりかは、みんなで取り組むっていうのが先だった。そうですね。しかも誰もダンスやってないから、俺が例えばみんな動画見て、これこうじゃね、これこうじゃねって言って文化祭で披露したんですよね。そのイニシアチブもソータさんが取ってらっしゃる？全く覚えてないですけど、でも割とそうだった気がしますね。それで高校からダンス始めたんですよ。でスタジオに通って、一人で通いに行ったりして、でも一個事件はあって、事件あったんですよ。高3でジュニアの世界大会で、に出ると、でそれが1週間ぐらいいなくなっちゃうから、アメリカに行くから、でそれでも何だろう、出席日数みたいな話になってくるじゃないですか。そうですよね。高血を出してくれと。そうですよね。はい、でもまあ絶対無理なんですよ、部活じゃないから、外の活動なんで。で俺が担任にブチギレて、いやいやいや、野球部はに高血出すけど、あの人たちプロにならないですよねって、俺絶対プロになるんですけど、高血出さないとか言うんですかって、ブチギレて校長先生に嘆願文みたいなの書いて、高血取ったんですよ。取れたんや。そう、素晴らしい。で優勝して帰ってきたんですそこから一気にうちの学校でのその俺を見る目がやっと高3の夏ぐらいで変わったっていうのが一個ありましたね。すごいですね。そう、面白い。自分でそのシステムのそのぬるっとしたところをバキンってそうなんですよ、いったっていうのは、多分今もやってること似てるとこありますね。確かにそうですね。
ここでソータさんがなんかダンスを始めた頃によく聴いていたりとか、うん、この曲忘れられへんなみたいな曲ってあったりします？基礎練がすごく嫌いで、うん、基礎のレッスンとかすごく嫌いで、うん、振り付けのレッスンにバーって行ってて、うん、自分も作ろうと、もう本当にダンス始めて 3,4 ヶ月でもう振りを作ろうって決めたんですよ、これはいつかこうやって話して面白いものがいいと思って、うんうん、初めて振りを作ったであろう曲があるんで、聞きたいです。でそれがめちゃめちゃ臭いんですけど、うん、ファーストダンスっていうタイトルなんですよ。なんか素敵ポエティックめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、なんでよ。しかもいつか言う時をすごくちゃんと狙って、しかもビデオも撮ったんですよ一人で。いや、どこにあるか分かんないですけど、探してオンエアの時になんかあげてくださいよいや絶対嫌です。嫌なんですか？マジでそれは嫌なんだ。マジで多分終わってると思うんですけど。終わってんだ。逆に始まりそうと思って続いては11人組ダンスアーティストガンミについて伺っていこうと思います。ありがとうございます。まずこのグループガンミを結成することになった印象的な出会いきっかけなどを聞かせていただければなと思います。当初は本当に結成した時20人で、うん、で何のために集まったかっていうと、うん、バイブダンスコンペティションっていうロスで行われる世界大会があって、うん、そこに向けて出よう、うん、集まろうと、うん、本当にスキルとかじゃなくて なんかいたら楽しいなみたいな、こいついたら楽しいなで当初ほんと20人集まったっていう感じですね。でなんか自分だけ高校のあれとかで、うん、なんか全員と偶然つながりがある状態で、うんうん、ほんとそれも偶然で、うんうん、俺となんかその当時のなんていうの核の人たちで集めたんですけど、うんうん、本当に楽しそうなやつを集めたっていうのが最初ですね。結成当初そのライブしていく上でここでやったライブでなんか変わったなじゃないけど、でもそれで言うと、うん、結成して 2,3 年は普通の、うん、じゃあなんだダンスショーケース、うんうん、ダンスイベントとかに出ていて、うん、2018年に初めてワンマンライブをやったんですよ。それがやっぱりもうターニングポイントとしてはすごくあって、なんで自分がダンスチームでライブっていう名前で興行を打ったのかっていうのは、うん、明確に今なんか言語化はできないんですけど、うん、やっぱダンサーの業界で言うと、うん、舞台とかが割とメインストリームでショーケースとか、うん、でもガンミの場合一番大事にしたいのはただ自分たちが練習してきたものを披露する場ではないと、うん、あなたに踊っていて、うん、あなたに届けてるんだよっていうこのメッセージをすごく大事にした部分があって、うんうん、それが多分自分たちで言うとライブで、うん、要はただこう突っ立って見てんのもいいし、うん、ぶち上がってるかもしれないし、ぶち上がってんのもいいし、うん、で体が動いちゃうのもいいし、うん、っていうこのダンスの見方をお客さんに預けたくて、なるほど、多分それが一個ライブであり、うん、自分が求めてるもので、うん、みんなが別にぶち上がってこうわーってジャンプしてなくてもいいしそうです、ね、たまにはこうずっとスッて見てる人もいてもいいし、うん、っていうこのダンスの見方をなんかずっとテストしてるっていうのがガンミのテスト、そしてですね、ガンミは楽曲も作っていられるということで、コレオミュージック、こちらのお話を聞きたいなと思ってます。はいはい、これをミュージックというと、なんて言ったらいいかな、なんかの曲があってそれに対して振りをつけていってっていうそのナンバーということではないことでのこれをミュージックというふうに解釈しても大丈夫なんですか？そうですね、まあさっきワンマンライブ初めてやったって言ったじゃないですか、うん、最初の 2,3 回は普通に他人の曲を流して踊ってたんですよ、うんうんうん、これだとメインストリームにはいけないってなった時にもう自分たちが踊る楽曲を自分たちが作らないといけない、まあ、明確に自分たちで作ってるわけではないんですけど、うんうん、名義で出さないといけないってなって、うん、これをミュージックはジャンル名なんですけど、ジャンル名、はい、挙句の果てには他のダンサーがこれをミュージックでなんかスポーティファイにこれをミュージックっていうジャンルができたりあこれはダンサー発信の音楽なんだっていうのできたらっていう夢はあるんですけど、素晴らしい、そこが本当に最初ですね。いい戦い、いい戦い、いい戦い、うん、でこれをミュージックを作られていく上でソータさんの作られる振りというか、まあ、これを、うんうん、そしてこれをミュージックが見させていただいた上で MV だったりとか、なんかすっごい必殺技入ってるなっていうか見ていてその音ハメとかそういうことだけではなくて見ている人が上がる、うん、もうキャッチーっていうとそれだけなになっちゃうけれども、その目線がすごくこれをミュージックっていうと
逆に行かれる方もっとなんかこう、はい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 、そういうことか、教えたいこと分かってくださると思うんですけど、その逆なのが、あ、それはそうですね。でも、うん、なんか戦うものだと思ってるんで、うん、自分たちを表現するものというよりは戦うものの方が多いかもしれないですね、うん、めっちゃ雑な言い方かもしれないけど愛だなって思いました。いや嬉しい。言ってしまうと、あのこれあの口パクなら踊れって俺は思っちゃうんですよ、うん、ダンサーで音楽をやるっていうのが正解なんじゃないっていう自分もいるんですよ正直。うーん、別に歌わないけどダンスを見せたいならダンス見せようぜっていう考え方のもとこれをミュージックをやってるから、うん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 、勝たないといけない存在はいるけど、うん、逆に俺らだからできることっていうのをすごくメインにしてますね。素晴らしい。やっぱりこう颯太さんだけの戦いでもないし、ガンミだけの戦いではないっていうところをすごく感じて、めちゃくちゃいいこと聞けたんじゃないかなと思ってます。